今までのあなた。The Wheel of Fate is turning。一回戦第二試合、戦国さん対クロリさんのね、椿バイ大地、はいはい、戦国さんは多分エクバ勢ですね。そうですね、エクバ勢ですね。今日もね、あのガンダムの方もすごい盛り上がりましたですからね。ね、うん、僕はあのおクロリさんお疲れ様ですって2回言われましたから、ね。いやー顔がね同じっていうか。まあ、しゃあない、まあ、しゃあない、しゃあない、それはしゃあない。同じか2つ出たらね、分かんねえから、分かんないからね。いや、なんでってそりゃ、うん、俺はね、もうね、双子だからですよ。双子だからです、うん、実はですね、あの黒木さんの双子の、兄かな、兄が弟か兄より優れた弟いねえから、兄より優れた弟などいない。事実です、これはあのネタでも何でも事実です、事実です、事実です。はい、ここで天童さん、あのこれ以上の家族構成についてのツッコミはやめましょうか。これ人、あの人の家の家族構成についてのね、そう、あのもうゲームの話しましょう、ゲームの話しましょう。さあ、一本選手は、クライライチですね。このライチ椿もね、前作まではお互いちょっとキャラランク的な下だったんですけど、一方はね、あの S ランクに上り詰め、片方はまだ中堅界という、ね、ちょっとかなり出世してしまいましたね、相手がね。バナナ出してる間だけ S ランク、バナナがある時だけ S ランク。そうそうそう。さあきつい、これ当たない、マソ。そして 6B、 あーっとマソ棒 6A からは何も繋がらないんでね。さあこれ吹っ飛ばしてバナナを、バナナ S ランク、これで全工程は対応と。6B、コマ投げ、チャージゲージも満タン、これは壊すぞ、おっと、ゴリを食らって、バックステイに当たったかな、5G でお殺しきる、まだやっぱ端に行くと、固めは強いですからね、まあ、椿は昔から固めは強いですよね、まあ、強いんですけどね、そのなんかシステムと相性が良くなかったっていう、まあね、前作はちょっと悲しかったね、絶対リターン負けしちゃうし、うん、今回はコマ投げついて、まだ崩しはね、強くなったんだけど、ビータマダマだったけど、ね、タックル線で飛ばしてゲージも溜めて 60BC からの攻め削りが強いですね。棒重ねてテーダーで、これは拾いますね、棒重ねて勝利だろ、投げ D 勝利か、あ D 戦か、わかんねえ。あと1つ上、おっと拾えない、ブレテック、ジャンシージャンシージャンで落として、これは熱波狩り、落とせないが怪しい状況になる。まずはチュンをガードして、技の振り合い、あっと惜しいからカブレス、あーっと惜しい、 6A から引き繋がれない、クラッシュがガーッとかできないぞ、これはクラッシュ取りが危なかったですね、危なかったです今。ガキャンさあ、まだ椿はバストガードで、ワンオーバーナナ、ここで早くバナナ、バナナ出してジャージでジャージで溜めて、だが体力が少ない、あかんあかん、ボークラない、あーボークラない、怖い怖い、あー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 あるよ、吹っ飛ばして火力が足りない、バナナを出して、バナナ出して、クラウドまだ死なない、なんと、あー読みたく、いい対空持ってた、いい対空持ってた。さあ勝利したのはクラリライチですね、熱い試合でしたね。ニューレイチェルはね、あのレイチェル側がものすごい自虐していい組み合わせらしいですけど、どうなんだろう、あフリーですか、ミューフリーか、そうか、有利ないか、あミュー有利ない、公式からのディスリが入って、あ、ニョムさん何上がってない、9段前、あの8段だったんですけどね、まあかまあ努力やった人はやっぱ上がりますよね、これはなんか秋晴れよく、この前大丈夫だったよね、よく見る組み合わせ、5分5分ぐらいだった気がする、地上、あーっとしかし行く立ちは入らないですね、右へ食らっちまって、バーソー手だ、これはここで捕まえていきたいが、ガード硬い、投げられない、投げ逮捕、ガードしない、ここで 2A からしっかり確認して 3C、 ちょっと遠かったか、
さあ、ノースの連中でこれ。ニエガーはね、無理する必要ないんですね、これね。おー、これ痛い。タマビーム指導だが、ニエが入っているので、あまり減らない。さあ、風、風受け身かな、今のは。風前受け身。さあ、どっちに行く？ああ、クラッシュマン。え？すごい状況になってる。テンペストダイヤは指導が悪いので、そこからコンボされても痛くないですね。発生保証対発生保証で、ダメージ勝ちしていく。投げ抜けて。ビームを食らうわけにいかない。あ、なんだ今V スラッシャー、ね、V スラッシャーがですねボルテス、ボルテス、V スラッシャーがV スラッシャーからの、さあ、一本選手はミュウミュウですね。ユーミュウ、ユーミュウ、ロクシービーム、風を使って逃げていく。幅矢が強い、幅矢が強い。わっ、カボチャ、ロクシー、フェイタル、ジャンプだな、拾えない。カボチャは助かった。ジャニシマヘッド、前に出ても難しいですね。一発補正を起動したかな。ビームを設置して、ノーン、レイチェル側がやることないな。ゴシゴシ、ここで痛いのが入ってしまう。レイチェルレブだからな。レイチェル当たりやすいですね。いいえ、ちゃんと確認してダメージを取っていく。さあ、どうする。レイチェル側が離して俺のターンと突っ込んでいく。フリーダ、フリーダ組み合わせ、ここは風が俺フリあと見える、しっかり止める。ビーム出る前に、あー、ゴシーがバックステップに引っかかってしまって、すぐ上入れちゃうから。勝利したのはユーニューですね。ユーミューか、ユーテルブですね。最近ナルト見てねえや。そういえば最近ナルトどこ、どうなったんでしょうね。あれ、モノマネ減りましたね。ちょっと自重していかないといけないっていうのはね。ナルトはなんか途中で対戦入ったあたりがちょっと分からなくなっちゃったな、なんかもう誰が蘇ったキャラなのかが分からないから。確かに確かに。誰がなんかお前は生きてるのかみたいなね。現実か、これ現実か、これは現実なのか。いや、現実じゃない、現実じゃない、現実か、現実だいたい、だいたいね、あれ不利な展開だった。現実かかってんだあれマジ。あと現実かかって、現実かかって、現実、ベリアレッジ、サンシー、マダオからのマダオ、おめえがマダオやんのかよみたいな。これは、おっと、現実か、これは、これは現実か、いや、違う、現実じゃない。お前、美人を使いこなしてる、人中力に、現実つかねえ、ウチハ、マダオの現実が入っていく、からの、万華鏡シャリンガン、万華鏡シャリンガンで見切って、昇竜拳。おっと、ここから現実だぞ。あ、つくみ、つくみ、つくみが出し、現実なのか、これは。これは現実ではない。あー、おー、つくよみ強いですね。これループしますからね、ループしますからね、これね。やっぱね、相手の目見ちゃダメですね。つか画面見ちゃダメです、このゲームね。ロケていく、ゴミから拾って、うん、ちょっとミスってしまうか。今の現実です。からの、西でしっかり拾っていく。レベル2勝利権使ってしまう。レイダルからこれはどのぐらい減るんだ。惜しい、フリットシューター惜しい。まあ今のはね、長飛で死んだもんね、多分ね。ガード、ガード、西、惜しい、食らって、いっ、現実だ、これは現実なの、これは現実。バカ野郎、この野郎、のじ合いしちゃったからな。ということで出てくるのは気流アズライル VS スピノザツバキですね。これ2試合目、さあ、アズライルツバキってなんかすごいな、これも火力差がすごそうだな。見たことないですね、僕。開幕はそう、ね、なんかさりげアズライルも少ない気がする。なんかやっぱ、うん、いやでも結構サブキャラとしては人気あるんだよな。サブキャラとしては人気ある。そう、これなんかやっぱ気持ちいいですからね、このキャラ。簡単に触れる、うん、でもね、強くなろうとするとね、結構難しいかもしれない。まあそれはね、やっぱまあ簡単に勝てるキャラってのは基本的にはいないんじゃないですか。うん、ずいっていうのがね、あの某6英雄の、ね、方がね、強いのはありますけどね。あとこれ指導が入るか。残念、ただ勝てます。そういう嘘ゲーム。グサックカウンター、裏回ってバースト対策、裏回って西から極意で落として、サンプから、あの最新カスタムはなんか下げれるんですかね。
そうなんだ。ダンプはね、でもあれ、あの当て方だと有利比でも取れるらしいですから、ね、なるほど。なんか攻撃発生するのが見た目より遅いから、なんか意外と重なってる、ないように見えて重なってるみたいな、そういうことなのかな。それからあと両下段ついてしまう。この流れはまずい。からのホーネットで落として、大技かけて、何もついてないぞ。だが体力リードはアズラエル側、グロラ 3C でしっかりかかん。クラッシュが 6C ついた。ジャンシー入らない。おっとジャンシーうまくかかん取って、ね、グロラ、グロラがやっぱり強いですね。割と攻撃感って伸びるんだな。ダシダシシドラギャン、グーストダメージ稼いで裏に回って、オラ苦しい。だが殴り合いしなきゃいけないので、捕まえてば椿もワンチャンあるかな。うっさい、せっかく竜理フレームを取っても下に護衛が待っていた。ラピカン使ったんだね。ラピカン使ったんだね。なるほどね。確かにあそこ手出したくなるんだよな。さあ、しばらく新キャラ同士ってのも見たことないな。でまあ、新キャラ3人衆はね、なんかね、うん、火力4人か4人、あ、そういえばいたら、なんか、ね、全員ね、火力出すために準備が必要なんですよね。はい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 、めんどくさい、まあ、ゲージがあっても火力出ないそうだよな、確かに。みんな準備が必要なキャラ、そういうコンセプトを作ったって感じしますね。なるほどね。まあ、これでお手軽に減っちゃうと、新キャラとかじゃなくて、なんかなんていうかね、このせっかく難しくしたのに、それからまた弱点が消えてしまうが、またつくんですね。これはこれ落ちちゃった。指導は痛い。レオパルト 5A6B じゃない、あれ 6B か、 5A5B か。殺しきって切り技で一歩接種。まあまだ現実の範囲内なんでね。まだ現実 3C3C あの中のドロップがね。さあ、これ先に捕まえて、これ受け身取らないとね、2になっちゃいますね。ジャンシーまたからしっかり攻撃してる。惜しい、フリードシュート 6C、2C からロケット上げて、拾えない。まあ減るな、やっぱりレベル2でやっぱ指導がいいの入っちゃうと減りますね。さあ、からカッティングシェア割り込んでいく。レベルが上がって、先に言い声が聞こえた。からここで当たってしまう。から吹っ飛ばして、なんで減らないんだろう。あれはレベル2だったからですね。2だったレベル1か、1だったのか。レオパルト、レオパルト吹っ飛ばして、ここは時間を止めて現実を発動して、レベル1から公式に。さあ、根性見せて1本取り返す。内浜ドーバレット、まあ次もバースト1回は使えるでしょう。そうですね、まあこの辺でバーストオーバードラブ使うと、次のラウンドの最後ぐらいにはたまりますかね。だが開幕捕まってしまう。この状況でしっかりカッティングシェアで割り込んでいく。うたい、あ、これもね、受け取らないとダメなんですよね。ジャンディ落として 3C ガッサーで、ね、裏にも判定がある。リフレックピッチャー、まだレベルが足りないのでジャンディ締め、後ろに下がってから、うん、いい爆発が、やっぱり爆発強いな。カッティングシェア、ここは追撃なし。グローラー、こちらも昇竜止めて、バーストバーストガーッと、バーストじゃない。だが、防衛を重ねて勝利したのはキジアザエですね。